あ、留年ですね。なんか音大を受けてたし、しかもさらに途中に一級も落ちてたし、どんな成績だったのかは。答えも。あ、でももう次留年したら終わりなんです。あ、そうだ。さあ、ここからアメリティアさんじゃないですか。お久しぶりです、はい、なんかもういろんなことが起こりまくってるんですけどどこからなんかもう、どっから言うの、どっから。留年、あ、留年ですね。慶応大学文学部、留年、留年だって思ったらなんか音大受けてたっすはい、え、どういうこと、え、音大、仮面浪人だったの。いや、受かってですね、で、ダブルスクールってことになりますね。ダブルスクール大学って2つ変えるんだ。なんかその、音大の方が科目と履修生扱いなので。あ、はい、ありますね、科目と履修生、はい、まあ、僕が慶応の時に教育実習、自己指導を取り忘れて履修入れ忘れてその後、科目と履修生で、慶応と東大のダブルスクールをしたことがあるので、はい、そうですね、そのダブルスクール、同じようにダブルスクール、ね、留年したのに、ますます、はい、いや、本当にそうなんですよ。どんな成績だったのかはチェックするんでそして、なんと、なんかアイドル活動してるって。はい、そうなんです、4月30日にデビューライブがあるんですけど、フルチューンというグループの。ジョブチューン、フルチューンジョブチューンじゃない、フルチューンに憧れて、フルチューン、違う。メンバーもプロデューサーも全員20歳で、うん、あ、そうなん、そうなんですよ。プロデューサーも普通に私のリア友の子で、あの大学生の子なんですけど、なんかアイドルはやるみたいな話をずっとしてたけど。そうですね、事務所とかじゃなくて、うん、全部セルフプロデュースなので、はい、制約とかもなくやりやすいかなって。じゃあみんな知り合いってことなの。私とプロデューサーだけは知り合いで、他のメンバーはそのプロデューサーの友達の友達みたいな。はいはいはい。じゃあまた揉め事とかが起こっていやいや、今のところなさそうですよあ、大丈夫ですか、なんか学歴で揉めるとかは。いや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 なんかメンバーは大学生は私だけなので。あ、なるほど。クラウドファンディングやっているということで。はい、あ、もうお願いしますよ、か、はい、大人に届けるように赤い夜欄に、はい、あって。で、返礼はどうしてるんですか。クラファン返礼はデビューライブのチケットだったりとか、うん、おはようボイスメッセージはとか、あと、あ、誰々くんおはよう、おはようみたいなやつね。あとチェキ券とか、はい、それはもう好きなメンバー選んでもらえるんですけど、 あとオフ会の参加券がつくプランとかもありますね。なるほど。いくら必要なんですか。目標金額は50万円で、で、今8万円くらい、ね、ああ、なるほどね。で、今月いっぱいなのでじゃあ、ちょうど今日で折り返し地点なんですよ。ジャッジメントでどうぞ番組ジャッジメントで松原さん出してもらいましょうはい、さあ、そんなアメリティアなんですが、はい、ちょっと成績見ていきたいと思います。GPA はもちろん、まあ、GPA はもちろん低いと思うんですけど、はい、どんな感じなのかちょっとあのログインできないとかいうくだりやらないでください。いや、できるんですそもそも英語取ってない。え、マジで過ちでした、それは。本当に信じられない第二外国語2つ6個もあるとか、本当に普通じゃない取り方なんで、しかもさらりと順位っていうのも落ちてたし動画にするかと思いきや動画にすらしてなかったっていう。三田に行けない。あ、でもなんか写真上げてた、三田に行きましたっていう。三田に行けないけど、うん、そのママが振袖の写真を三田で撮りたいみたいな。なるほど、そういうことだったんですね。振袖の写真を三田でってこと。こんな卒業式シーズンに上げてて、もうなんかもう卒業をもう卒業するのはい、こちらでございます。上がってきました、はい。判定欄、言及え、でも、これ形容詞のことじゃなくてですか。比較級、最上級、言及じゃなくて進級じゃなくて進級じゃなくて、言及って言うんですね。給料が引かれるかのようなGPA、学期 0.07 どういうこと 0.07 って見たことないですよね。累計 0.31 やばっ。いきますね、ドイツ語1、まあドイツ語3つ取ってますから、あ、シュミットはドイツ人の名前っぽい名前、はい、全て D、はい、後期
ドイツ語2、すべて D。 オール D です。はい、やば、一個も取ってないじゃないですか。え、出席したんですか。いや、だって秋学期テスト受けてないんで。春は、春は受けました。でもその通年で出ちゃうんで。ああ、さようなら。あ、そういうこと。これ分けてあるけど通年で。じゃあ続いてフランス語1、全部 D です。はい、はい、春も秋も全部 D、 通年だから関係ないんですね。ああ、そっか。ここまで D が綺麗に並んでるとすごいですね。 0.0 単位って書いてるから。でフランス語も後期は、あ、受けてない。なるほどね。だからなんか振り分けのメッセージくださいみたいなのが学時から来てるけど無視しましたみたいな、どうせ留年だから。いや、なんかコメ欄で、うん、いや、なんかこんなメール送ってくれてるんだから返信ぐらいしないとか言って、あ、そうだなと思って、うん、あ、留年するので出しても意味ないかなって思いますっていう趣旨のメールを返しました。うんうんうん、学時に返したわけですね。そうですね、2年生から分かれますので、専攻は、文学部は。で続いてエジプト科学系列。そうです、これ人文と社会と自然科学のやつで、それぞれ一般教養を取っていかなきゃいけませんので、言語学1。あ、平沢くんじゃん。え、この方結構すごいですよね。なんか本とか出されてますよね、うん、授業土曜日だったんで行けなくて。 B 東大の言語学です。そうですよね。え、もともと言語情報で、そこから言語学に変わったんだよね、確かに。英語専門ですね。発音めっちゃ良かったです。英語と日本語の研究をしてる方です。 D って発音めっちゃ良かったです。 D ってめっちゃ良かった。いや、ちょっと土曜日だったんで、こんなところで知ってる人の名前を見ることになるとは思わなかった。 D ってごめんな。続いて哲学1。 B、 あ、取った。哲学は、はい、おめでとうございます。続いて美術1。はい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 。 D 文学C、 当たった。はい、ギリ取りましたね。文学は何のやつでした。ギリシャ。次倫理学2。はい、ギリ。倫理学もかい。専攻決めてました、ちなみに受かってたら。あ、哲学かな。あ、哲学。そして、あ、人文科学系ですね。あ、特論。はい、あったね、特論。懐かしい、人文科学系特論。これ1回しか言ってない。特論は何のやつ。これは西洋史学です。はいはいはい、西洋史学。続いて社会科学系。あ、近代思想史1、2。あ、両方とも D ですけど。え、近代思想史は何ですか。1がキリスト教みたいな。ああ、キリスト教で、うん、2がイギリス経験論。お、経験論、はい、ありますね。ロックとかジョン・ロックとかですね。あ、そうです、はい、も近代思想史も取りました。続いて社会学2、 D。 政治学1、 D。 政治学2、 D。 あー、取った、政治学も俺。そして法学1、憲法を含む。懐かしい、この名前。いや、取っておかないと。だから社会系列に社会で。ちなみに法学は教職必須なんで、絶対取らなきゃいけないんで、私は取りました。D は来てて、ちゃんとテスト受けたのに、もう文句言って C になりました。おー。いやいやいや、絶対俺のあの論述で C はないだろうと。普通の人より欠けてるわと思ったんですが。やばいじゃん、社会科学系何も取れない。いや、ダブルスクールとか言ってる場合じゃない。シングルができてねえよ。はい、続いて自然科学系ですね。理科。心理学。あ、そうですね。心理学通る人多いね。1。C。あ、これ来てる。でも心理学2はダメですね。動機づけと。あー、やりましたね。前期は取れたけど後期は行ってない。行ってない。後期どこも行ってないんじゃないもしかして。後期1個も取ってないんじゃないのそもそも。後期に、後期3単位しか取れてない。やば。人類学。はいはい、ありますね。人類学が、地学。天文学。天文学なんかあるんだ。私はちなみに取ったのは科学です。はい、科学実験を含む。天文学、落胆で有名なのに。落胆の、落ちるところの落胆になってますよ。はい、楽しいから、はい。マジで？そんな中、系列外取ってるし。系列外語学、古典ギリシャ語、初級、B。なんでこれ取った？いや、やりたかったんだ。だってこれ入らないわけじゃないですか、分野。なんかその系列だけじゃ埋まらないじゃないですか、うん、で、ね、で系列のものをそんな落とすと思ってなかったんで、僕の場合は教職だったんで、ほぼほぼ関係なく全部取れたんで、はい、で次が、あ、現代思想論、はいはいはい、が、これも総合科目系列外ですね。教授会の認めるが B、はい、そして最後地域文化論3。 A、 唯一の A。 おめでとうございます。フランス地域文化論で
し、はい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 、これだけ頑張った。はい、え、でも持ち込みカード、持ち込みカードないか、簡単だったんですよね。最後が総合科目共有系列外諸研究諸等関係その他研究外国語、あ、外国語教育センターとか保健管理センターですか。大学生活における責任と危機管理っていうのは何ですか。自分への戒めかなんかですか。あ、もう分かんなくて、なんか友達に、うん、あんたこれ取りなって言われて取って、そのクイズに答えれば単位が取れるみたいな、はい、合格か不合格かっていう判定だったん で、 で答えも全部教えてもらって自分で何もやってないんで何も分かんないで、まあ、そうですね、 P だからパスですよね。ということで1単位とさっきの、秋は文学、あ、秋は文学、え、合計すると1年で10です。 10、はい、それでも10あったんだ。10単位なかなかすごいですね。そういう感じになったわけですね。留年おめでとうございます。ありがとうございます。アイドルグループなんですけど留年でしょ。違います、フルチューンです。フル単位、フルチューンです。いや、多分だから今後出ないといけません。野生のアメリアティアとか言ってる場合じゃないです。野生のアメリアティア、あんなチャンネル子供しか見てないんだから、大人見てないのか、大人の見てるチャンネルにも行かないといけないと思いますね。そこを開拓するのが一番いいと思います、はい、ぜひじゃあその初のコンサートでオペラみたいなの、はい、歌のこと言って歌わないです。オペラみたいなの持ってる方ね、たくさんいると思うんですけど、いけるなと思います。方向性が違いすぎる。音大の力を見せる。え、もう歌とかあるの。なんちゃう。そうですね、この間初めてそのダンスレッスンして、あ、歌も歌うし踊りますよ、はい、振りもその全部作ってもらって、お、どうぞ。いや、まだ発表こんなチャンネルで発表ないですか、このなんかポイントみたいな、見せられるポイント。めっちゃ可愛いですよ、振りが。だから振りっていうか演技に近いかもしれないですね。ゴリゴリのダンスみたいな感じではないので、はい、ということで、はい、言及した言及した、言及の言及って言葉初めて見たわ。本当ですか。で初めて見た。最初見た時言及ってなんだろう。そう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 、本当にだから形容詞の言及非格級最上級でしか見たことなかった。はい、そんな表現あるんですね。耐久ないのかな。耐久、あ、でももう次留年したら終わりなんだ。あ、そうだそうだよ。じゃあ終わりじゃん。いや、終わりじゃんとか言わないで。そうだよ、思い出したわ。だから本当は休学しようと思ってたんですけど、はいはい、一浪一流でさらに休学したらもう新卒カードなくなるじゃないですか。はい、そうですね、追放されてなんで、まあ、頑張ろうかな。放塾だ、思い出した。放塾。え、やっぱその、なんでですか、その用語。そう、放塾って追放されるわけですから、塾慶応義塾を。うわ、法塾ですよ、法塾、はい、いや、もう法塾の危機の人たち何人も見てきてるんでよく分かっております。はい、私は仮進級したので、はい、留年はしております。いや、だって語学1個も取れてなきゃ仮進級当然かな。1個までですから落とせるのは。はい、はい、ということでアメリアティア頑張ってください。はい、頑張ります。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。単位の方は全然フルチューンじゃなかった。全然